はい、というわけで今日も元気にシーロークローチャンネルのお時間、シーロークローチャンネルのお時間です。皆さんこんにちは、シロコチャンネルジュニです。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、モンスターストライクモンストの実況をやってみたいと思います。前回ですね、アオリドラちゃんに煽られた動画ご視聴ありがとうございました。すごい良かったよって言ってくださってありがとうございます。今月もやってきました、激重心祭ですね。私は弁財天ちゃんを持ってない、そしてミロ君を持ってないので、今日こちらの激重心祭第2弾を引いていきたいと思います。で、ちょっと覇者塔を登ったりとか、ログイン1200日オーブとか、あとは9月のあのオーブカウンターがなんかもうすでに溜まったりとかで、なんだかんだ100個超えたので回していきたいと思う。頑張って集めたオーブだからご利益がありそうな気がする。じゃあ行きましょう。まあ20連なんですけども、ちょっと出していきたい。もうすぐ終わっちゃうかもしれない。行く。ちょっと。さあ、止まってほしいね。おお、ペリ出ましたね。ペリちゃんは、ハサドで使いましたね。ダメ用と、アンジュマップ持ち。まあでも、1体だけだったと思うので、まあこれは、ちょっと神化の方もね、作ってあげたいなと。いうところですが、行きましょう。ラストです。2連目、ちょっとミッキーマウスコラボもあるので、ちょっと激重心祭は、抑えていくぞ。お願いしまーす。お願いしまーすって言って。ストライク、ショット。いやー。いや、最近やっぱ弁財天使うこと多いからね、欲しいんだけどね。やばいね、もうラインナップ。おー、打診面。打診面2体目、近畿で使えますね。太鼓坊ちゃんのやつですよね。もうすぐ終わっちゃうかもしれない、まあ、今月はねちょっと早めの激重心祭だったんですけれども、まあ、ミッキーマウスコラボあるということで、ちょっとこの辺で撤退したいと思います。来月も激重心祭ちょっと弁財天魅力狙いでやっぱり強いのでね、引いていきたいと思います。まあ、そうそう、なんかまた新キャラとか出そうですけどね。はい、ということで、よければまた来月も見てくださると嬉しいです。というわけで今日最後までご視聴ありがとうございました。少しでも動画楽しんでくださった方はぜひいいね、そして動画の感想お待ちしております。では、ラスト、じゃんけんいきます。せーの、白黒じゃんけん、最初はにゃん、じゃんけん、ぽい、グーです。なので、パーの人は明日行くことあるかもよ。今日最後までご視聴ありがとうございました。また見てくださいね。バイバーイ。今日も最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録してくださると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。